開催、今回は今帰仁村の崎山っていうね地域に来ています。今ね画面に映っている海岸、天然ビーチが広がる場所なんですが、崎山っていうね地域なんで崎山ビーチでもね、 Google マップ見たらね、タコちゃんハッピービーチってね急にね名前がついてましたね。誰かが勝手に名付けたのかな。でこういったねアランとかがね生えてていいですよね、雰囲気が。でですね、見てください、今ねだいぶ土砂降り降ったんですよ。まあね15分ぐらい休憩してたらね徐々に雨雲が遠くに行ったんですが、もともとはね青空がだいぶ広がってたんですが、沖縄の天気ねコロコロ変わりやすいんで、あそこに水着の男性女性がいますね。でですね、変わりやすいんでもしかしたらね撮影中にまた急に雨が降る可能性もあったり、はたまたねめっちゃ晴れたりするかもしれないんですけれど、とりあえず海自体はね綺麗なんですが、これね本当はね空がもっと青々としてたらねこの辺半端なく綺麗なんですよね。残念ですよね。そのうち晴れてくれるでしょう。サンゴとかねいっぱい落ちてますね。でアダンのね森、アダン林に囲まれた本当に天然ビーチなんで綺麗ですよね。でちなみにこの動画撮る前にねイチグスクとかをね撮影してきた動画、多分この動画よりも先に YouTube にアップしてると思うんですが、あの時はまだねアウトドアだったんですよ。あれからねもう5分もしないうちに土砂降りのスコール、梅雨が終わったからってやっぱりね沖縄は雨が降りやすい場所なんで、カニが走ってる、そのカニが走ってる早いね、降りやすいですよね。綺麗な海なんですよね、砂浜が広がってて、こちらのね天然ビーチはね僕以前来たことあるんですよ、だからね初めての場所じゃないんで、本当は右手の方反対側のね岩場行きたかったんですが、あいにく人がいるからね行けないから、もうちょっとここ撮影してるんですが、もうヤドカリがコロ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 見してるね、ヤドカリちゃんたちがたくさんいるね。まあね、まだ午前9時半とかあんなもんだったかな、ちょっとね時計見てないかわかんないんですが、まだ10時になってない時間帯なので、カラ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 聞こえるのね、ヤドカリちゃんたちがね僕の存在を知ってない、ヤシガニとかも多そうだな。まあね、こんなところまでねあんまり夜行生物を観察しに来れないんで、なかなかヤシガニちゃんとかね見ることできないかもしれないね。ちょっとヤドカリが僕の手を挟んでますよ。あー落ちた、かわいそう、落ちちゃったね。そうだ、ちなみにですがこの海岸、まあね近くないか、まあ左手に1キロ2キロぐらいなのかな、わかんないんですけれどね、この海岸もしそのまま進むことができれば行くと長浜とかね皆さんご存知の赤バカとかのね佐田浜ビーチがある場所に繋がってますね。あこの辺ねピトン穴があるんで釣りサーも結構いる場所かもしれないね。砂地なんでどういう魚が釣れるか分かんないけど、こういう感じでね本来ならね曇り釣れなかったらもっとね綺麗な海が広がってるんですが、残念だよな、こればっかりは。あそこのね青空がでも
これちょっとね晴れ間も見えてきてるんで、まあ、今日はねこういう曇ったり雨降ったり晴れたりっていうのもね繰り返す天気だと思うんですが、まあ、せっかくね僕が住んでる南部から北部今基準までねはるばるやってきたんで、まあ、こんな天気は仕方ないんでどんどんねまたね撮影していこうかなと思ってるんですが、あそこ人がいなくなってるんだカップルね、まあチャンスなんであちらの岩場撮影しようよかったら、もう左手のここだけしかね映せないのかなってちょっと諦めてたんですが、ちょっとね息を聞かせてくれたね水着来た男女が場所を譲ってくれてますね、ありがたい。あそこの方がね、今のね洞窟とまでは言わなくてもねちょっとしたくぼみとかがあってねいいんですよ、日陰がね、まあ、日陰がいいっつっても今日は全体的に日陰みたいなもんなんでこの日陰のありがたみが分かんないんですが、本来ねもしね雲がない炎天下だったらね、あれ日陰がちょっと助かるんですよね。雨の柱みたいなのが見えるね、雨が降ってるところと降ってないところを見ると、あの辺とかはまさに降ってるな。さっきね、僕はあの雨雲がいなくなるのを待ってたんですよ。で、まあね、向こう側から風が流れてるんで、おそらくね、あの辺の空が5分後、10分後、15分後ぐらいにこちらにやってくると思うんで、ちょっとはまだ雨降らないかななんて思ってますね。本当は綺麗なんだよなこれね、あれでタイミングできなかったけどね、これ本当にしゃあないですよね。でちょっとね今日外部マイクつけてないというかね、外部マイクを大野海岸でね水没させて壊れちゃったんで持ってないから、もしかしたら風の音ボン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 うるさいかもしれないんですが、もうね僕壊してるんで、ね、ちょっとね準備するのに時間かかってますね。で今から向かうね岩の方は、読谷のね瀬良破壊セラハ海岸みたいなねちょっとね岩が面白い場所なんですよ。ちなみに先ほど1本目の動画ではねこの山の反対側のね川沿いの河口の方をね僕は最後に撮影を終えた感じですね。さっきの人たちどこに消えたんだろう、まあ、岩登ってる間にどうか違うとこ行ったのかな。やっぱりこの辺軽石がまだいっぱい残ってますね。あれなんだ2つの石が気になるね。ただの岩が2つあるだけか。わあ、もうあの人たちあんな遠くまで来たらいなくなってると思ったら早いね。沖にいますよ、100メーター先ぐらいに。こういう岩陰がねあったりするんで、そういった場所で休むことができるんですよ、ね、すごいよねこれね。で確かにシュノーケル、まあね砂地なんで基本ねサンゴ礁とかあんまりないんですが、なんかシュノっぽい魚もいますよね結構。ちょっとあるんですが、なんかおしっこ臭い匂いがするんで、今日は早くあいつらが多分あそこで用を足したっぽい感じがする匂いがするんで、よいしょ、プラムスいっぱいだ ね。ここもよくね夏がここでね焚き火やってる人がいるんだけれど、最近はやってないみたいですね。で反対側に出ると多分ね僕が1本目撮影していたあのキノコ岩とかがある場所に出ると思うんですが、よいしょ、
ません。あ、もうちょっとか、角度的に。あともう少し穴岩を越えて見える感じですね。でもね、ほら、ご覧ください。こういうね、大きな岩ゴツゴツのね、屋根があるんで、急な今日みたいな雨でもね、雨をしのぐこともできるし、日差しからもね、逃げることができるんで、いいですよね。はい、というわけで、ちょっとね、天候がね、いまいち優れない雰囲気なんで、海がね、もうちょっとね、ポテンシャルもっと秘めてるんですよね、こちらの海。ただ、あいにくの、こんな曇り空になっちゃったんで、まあ、今回はね、こんな感じで、また次回、いつかね、誰かとやってきた2日間にね、晴れた日の、アコちゃんハッピービーチ、まあ、崎山ビーチですよね、正式名称は。崎山ビーチの絶景も撮影したいんですが、すごいね、こういうところいいよね、岩陰で石灰が雨水から飛び込んで、なんかサンゴみたいになってるんですよ。はい、というわけでちょっとね、短いっつってももう11分、12分かそこそこ長い動画ですね。はい、まあそういった、ザキジンソンにはね、あんまり皆さんがね、知らないね、まあ赤旗とかね、長浜とか佐田浜ぐらいはね、知ってると思うんですが、意外とね、皆さんが知らないビーチがたくさんあるんで、また今後もね、こういった穴場な海岸とかね、撮影していきたいなと思っているので、もしまだね、チャンネル登録してないよって人がいたらね、こういうね、ローカルの人しかわからないような穴場なポイントもね、見逃さないようにするために、チャンネル登録とベルマークの方ね、しっかり押して、楽しみにして待っていてもらえたら大変ありがたいです。というわけで今回は泣き人村にある崎山っていう地域のね、崎山ビーチから沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバーイ。